田辺大地、天保2年9月16日大正を4年9月16日は、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した武士、外交官。通称は他に定介など、号は練習、近景観志考。天保2年、受学者で幕臣の田辺海田スクの次男として生まれる。18歳で昌平坂学問所に学び、優秀な成績を収めて、 幸福期転換教授となる。安政4年、長崎海軍練習所に第3期生として学ぶ。安政6年、幕府外国方に召し出され、書物方出役となり、外国奉行、水野忠則の下で横浜海港事務に関わる。当時、アメリカ合衆国やイギリスが小笠原諸島の領有権を主張し始めていたことを受け、中浜万次郎が領有。 捕鯨基地化を提案しており、同当所の精密な調査が必要となっていた。そのため、文久元年、水野忠則が自ら管理丸で、同諸島に赴任、測量を行った際も、田辺は外国武行支配懲役並みに任せられ随行した。この測量が、小笠原諸島の日本領有の大きな手がかりとなる。建築施設の池田長発一行がスフィンクス前で、撮影した。 写真文久3年、組頭に昇進。同年、横浜佐向交渉のため、フランスへ派遣された、幕府施設に随行。12月に、フランス軍艦ルモン事号で日本を出港。上海、インド海路などを経由し、翌現時元年3月、マルセイユに入港して、パリに到着、ナポレオン3世に越見した。しかし肝心の横浜佐向交渉は全く相手に、 されず、かえって、フランス政府とパリ約役を結んだが、幕府の方針から逸脱していたため、後に破棄されることとなる。この交渉失敗を受け、7月の帰国に伴って、免職、閉門処分となった。その後は、外国部業主、副所管取り調べの雇用をもだち取り扱いとなり、幕府の外交文書を修正した通信全欄を編纂。 関税改定談判の交渉事務も取り行い、慶応2年には、組頭金方に再任された。慶応3年のパリ万国博覧会に出展した、幕府の派遣施設に随行、公使館初期官に任ぜられる。この万博において、日本から幕府とは別に、薩摩藩が、日本薩摩琉球国大使政府の名で出展し、独自の勲章まで作成していた。 田辺は薩摩川代理人モンブラン伯爵に抗議したが、聞き入れられず、幕末の清掃がパリにまで飛び火した形となった。帰国後の慶応4年3月、目付けとなる。しかし、すでに幕府は大政奉還しており、土場、伏見の戦いで敗れた将軍、徳川義信は謹慎していた。田辺は致死した後、一時横浜で輸入省を営んでいたが、 徳川家が寸布70万国へ違法となったのを受け、明治2年5月、沼津兵学校に招かれ教授に就任した。明治3年正月には、外務省から要請され、外務省進むとなり、翌年の岩倉県を施設に一等書記官として、随行、外交経験の浅い新政府の幹部を補佐した。明治7年の台湾出兵の際にも、事件を収集するために、 清氏へ渡って交渉した。全権弁理大使、大久保利通に随行し、両国間接相を補佐するなど、明治初年の外交史の様々な局面で活躍した。明治十年には外務省大書記官、同十二年には新国公使館に在勤となり、一時は臨時代理公使も務める。明治十五年九月に帰国し、翌年八月直任官、九月十九日には。 元老院議官を廃止した。明治22年頃には、創生した長男の法要の金にも困るほど家計、不意となる。1890年10月20日、元老院が廃止され、非職となり、近景観志向を仰せつけられた。晩年は、娘一家と同居し、渋谷屋を楽しむ一方、明治31年には、開庫団、幕末外交団を出すなど、福地源一郎らと共に、 王子の幕府の内情を知る語り部として知られた。明治45年には、委員が、長州藩と薩摩藩出身者ばかりと批判を受けた、維新資料編三回の追加委員に選ばれ、十三に、君三等に助せられた。大正4年、東京にて没。去年85。墓は、青山霊園にある。農理として活躍した一方、派手好みな性格でもあり、 若い頃より芸人が家に入り浸るなど、市川團十郎や三遊亭窓課長らを、工事町の自宅に招き、豪華な縁を催すなどしたため、没した時も財産は残らず、借金が残ったという。ありがとうございます。